根室市立御用舞小学校は、北海道根室市御用舞一丁目にあった、公立小学校。根室半島先端部の同志御用舞地区及び、野サップ地区を、通学区域としていた。なお、地名の漢字表記については、御用舞と御用舞が混用されている。市や、道、海上保安庁、国土地理院などの行政をはじめ、あらゆる分野で、 かなりの割合で混用されているが、本校では、同校校門の表札に刻まれている、ようで統一する。2013年3月31日閉校し、共和省花岬省温根元省羽歯舞中とともに、根室市立歯舞小中学校へ統合された。北海道最東端の野札布岬の2キロメートルほど、手前に位置し、小学校として、 また学校教育法による学校として、日本で最も東にある学校だった。所在地の経度は、統計145度48分04秒。校庭には、日本最東端の学校の石踏みがある。北方領土への理解を深めるため、北海道根室市長の北方領土、対策室職員により、同校の1年生を対象として、授業時間の中で、絵本や塗り絵を用いた。 4東京室を2005年より実施していた。運動会は、近隣の御用、マイ保育園と合同で開催されていた。ハボマイハット AB、さよなら最東端の学び屋4小学校合同で、平行式北海道、朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m e d u a r t i c l e s h o k 2 0 1 3 0 2 0 3 0 0 0 2 html2016 年7月23日閲覧。abc 最東端の学びや忘れない眠ろ4小学校で最後の卒業式。 47ニュース、http www.47 ニュース .jp ローカルニュース、ホットニュース、2013-03ポストマイナス20兆1303億2012万4926 HTML2016 年7月23日、閲覧。現在は、根室市立ハボマイ小中学校が、日本で最も東の学校である。ありがとうございます。